分岐ケーブル、ちょうど2つ分岐できるやつがあるんですね。でこちらから挿してですね、この分岐ケーブルでもって、2台につなげるということをすればですね、なんとパワーサプライがいらないと。でこれなんでこうするかというとですね、ミニタイプってね、電池が入らない仕様なんですね、基本はね。なの で、パワーサプライミニタイプを置いても、ポートが5ポートとかあったりしてですね、ポートが余っちゃうので、重たい思いするよりはですね、この AC アダプターだけでですね、分岐、通常のペダルライザーはね、ボスコンサイズとか MXR とかエルハムサイズのナノシリーズのね、大きさなんですけれども、なぜか EBS のこの、セカンドローはちょっと大きいんですよね、タイプがね。ボスコンだったらどうなるか、ここに1台あるの でこんな形でですね、ちょっと大きめですよね。ということでですね、ミニペダルを2台置く最小ミニボードっていうのをですね、最終的にちょっとね、今回、組んでみたいと思います。でこちらですね、こちらも使ってですね、組んでみたいと思いますので、完成を楽しみにお待ちいただきたいと思います。ありがとうございました。